のさ、今日のなんとか、朝の週刊動画のことなんだけど、もしかしたらリンゼも私と同じ気持ちなんじゃねえかなって。いや、違ってたら悪いんだけど。いえ、ジリさん。悪い。プロデューサー、今なんて言った？きっと強く立派な何か。知らなくて悪かったな。あ、いや、こっちこそ。プロデューサーは言ってたけどさ、はい、朝の習慣なんてなあ、起きるだろ、で顔を洗って歯磨いて、そしたらだいたい食堂の朝ごはんの時間だから、それ食べて登校。はい、リンゼも起床、洗顔、朝食、登校。そんなもんだよな。はい。それを実際に動画にするってことか。地味だな。はい。それでよければ、よいのですが。素顔以前に全然楽しんでもらえる気がしねえ。あ、ジュリさん？プロデューサーさ、素顔の塩梅は任せるって言ってたよな。はい。ってことは、多少の脚色はオッケーってことなんじゃねえか？脚色？いや、なんか嘘ついてるみたいなのはわかるんだけど、楽しくないものを出すのはもっとダメなんじゃねえか？はい。嘘にはならなくて、アイドルとして地味すぎないライン、きっとあるはずだよな。リンゼ、二人で協力してちょうどいい朝の習慣動画作ろうぜ。はい。午前5時、どこからともなく聞こえてくる鳥のさえずりで起床。空はまだ薄暗い。顔を洗って歯を磨いた後、寮の周りを軽くランニング。ランニングの後は30分のトレーニング。そして汗を流すためシャワーを浴びる。シャワーを浴びた後は食堂で朝ごはん。朝ごはんの後は食堂のおばちゃんの手伝いで食器を洗い、軽く世間話。英単語の予習をしながら学校へ。なあ、リンゼ、さすがにこれはなんかナレーションもドキュメンタリーっぽいし。これでは
不足でしょうか。皆様に楽しんでいただかなければ。いや、不足っていうか、やりすぎっていうか、嘘はつけねえだろ。いずれもリンゼの知るジュリさんの朝でございます。いや、まあそりゃたまにはな。けど習慣かっつうと胸張ってうなずけるわけじゃねえし。リンゼの目にはまことでございます。もし異なる部分があるのでしたら、まことにはできないでしょうか。ああ、なるほどな。早起きして損することもないしな。ご時起き続けてみるか。じゃあ私の動画はこんなもんか。次明日撮影するリンゼの動画だけど、基本はリンゼのいつもの感じでスキンケア要素をプラスするっていいんだよな。準備できてるか。はい、こちらを。おお、すげえな。導入化粧水、化粧水、美容液、乳液、パックに、なんだこれ、英語で読めねえ。そちらは仕上げ用のクリーム。そっか、仕上げね。つうか、こんなにあるんだな。こんなにあるのですね。なんかリンゼはスキンケアとかいいんじゃねえかとか軽く言っちゃって悪い。いえ、大変学ばせていただきました。ならよかった。ケアを積み重ねるのが大事って夏葉も言ってた気がするしな。リンゼはいつまでもその美肌をキープし続けてくれよ。ジュリさん、このスキンケア道具、千雪さんたちに教えてもらったんだよな。はい、寮の皆様に。はあ、すげえな。みんなこんなにいろいろ毎日やってるのか。尊敬するな。はい、まあでも誠にしていけばいいんだよな。はい、誠に。よし、じゃあ頑張るか。頑張りましょう。おお、リンゼ、おはよう。ジュリさん、おはようございます。あれ、リンゼ、化粧水それだけか。はい、教えていただいた方法、誠にできるようにと努めてはいるのですが。そんなもんだよな。私も結局5時になんて起きれなくてこの時間だしな。今日みたいな休みなんて特に。グループメッセ、カホからだ。おはようございます。皆さんのモーニングルーティン動画、プロデューサーさんに見せてもらいました。皆さんすごいです。夏葉さんの早朝トレーニング、チョコ先輩のおしゃれな朝ごはん、ジュリちゃんは朝からたくさんのことをしてて尊敬します。リンゼさんもお肌のケアにすごく力を入れてるんですね。でも私の動画はほとんど豆丸と遊んでるだけになっちゃいました。カホ、おはよう。動画
見てくれてありがとう。頑張って撮ったから嬉しいよ。でもね、ごめん、謝らせて。あの動画ちょっとよそ行きよっていうか、何ヶ月かに1回あるかないかのすごく理想的な朝っていうか、人様にお見せできる朝になるまで何日か撮り直したというか、あの朝ごはんも動画撮るよって言ったらお母さんが張り切って用意してくれたやつなの。あ、さっき食べた今日の朝ごはんはなんと普通のトーストです。あ、そうだよな、そういうもんだよな。皆様も苦労をされております。これもしかして夏葉の早朝トレーニングっていうのも。今何時？夏葉さん、おはようございます。8時ちょっと過ぎです。ごめんなさい、後でちゃんと返信するわ。トレーニングの時間、つまり寝坊しただけってことか。ってことはいつもなら。まことに理想的な朝だよな。つうか、私たちも本当のことを説明しなきゃな。はい。カホ、ごめん。